ああ緊張する緊張するめちゃくちゃ緊張する。動画回されると緊張しますね。はい、どうもマーキングです。そしてかも有名なあのゆまちんです。イエイイエイ、どうもこんにちは、サミムです。はい、ゆまちんでございますか。初めまして。でもみんななんでって思ってるでしょ。そうなんですよ、週刊大衆さんで連載されてるゆまちんの会いたい人。そうなんです、私のあなたに会いたいっていうコーナーに、はい、どうしても私はマーキュリーさんに会いたくてですね、お声をかけたところ出てくださったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、みんなモテちゃってごめんなさい。ということで、まあそんなこともありまして、先ほど取材の方を受けさせてもらいまして、なんか2週連続で連載で僕書いてたんですけど、はい、マーキュリーさんのこと、あんなこととかこんなこととかいっぱい聞いたのでね、突っ張ることが男のたった一つの勲章だって。2週にわたってお届けさせていただきます。はい、ということでぜひとも買ってみてください。はい、ということで本日はその流れでですね、動画に出てくださるということで、いろいろ聞きたいこととかいろいろあるんで、まあそもそも、まあ、僕に会いたいってことはもちろんスパイスが大好きと。もうそんなマーキュリーさんほどではもちろんないですよ。本当もう にわかに近いんですけれども、愛の大きさなんて関係ない、関係ない、全然関係ない。昔からスパイスが好きで、デビュー当時からネットサーフィンをしてる時に、ある時、はい、マーキュリーさんを見つけて、はい、どうせ大したことないでしょみたいな、もう最初見たんですよ。冷やかし程度にね、冷やかし程度に見て、そうやって釣ってるんでしょみたいな感じで、どうせ、そうそうそう、はい、めっちゃ面白い。ありがとうございます。めっちゃ面白くて、こんななんかトワイスの熱とかすごい動画とかいろいろ撮られてて、この人はただものじゃないなって感じ取ってた。そんな感じで、そう、まあトワイス大好き。え、トワイス誰が一番面白いんですか。美しい、綺麗ですよね。でも最初にその好きになったきっかけというか、その、はい、私の中で最初 TWICE を見た時に、もう一人めちゃくちゃ輝いている子がいるなというか、はいはい、本当可愛いしセクシーだし、なのにその若さみたいな、確かに何それと思って。いや、もうずるいですよね。ずるい、本当ずるくて、ついちゃんずるい。突っ張ることが男の、出会ったことに感謝。行ってみたいとかあります？なんかサイン会行ってみたいとか、ハイタッチ会行ったことありますか？そういうあの交流とか接触とかないんですよね。行ったらもうドツボにはまりますよ。やばいでしょうね。もう変なテンションになりそうですよ。わかります、わかります。いやーみたいな。いやーってなっちゃうし。泣くと思う。ああ。多分泣きそう。いや、女の子とか泣いてる子多いですもん、こう会場で。もうじゃねえ。番組収録とか、あ、はいはいはい、どういう風で撮られてるのかなとかも気になるし、振る舞いとか。韓国の番組収録とかあるじゃないですか、うん、あれ何回も撮り直ししたりしてる。いや、めちゃめちゃリアルなトワイス見れると思います。どこから見れるんですか。そのリハーサルとかもちろん見れなくて、本当に本番からって、なんかものにもよるんですけど、生放送でやってる時もあれば、うん、生放送パフォーマンスもあれば、うん、佐野くって言って事前収録ですよ、うん、を流すみたいな。でその事前収録で、まあ、昼間とか朝方とかにファンが入って、うん、で見てみたいな、もうアングルチェックとか、 なんかそういうのとかもあったりで、僕がダンス・ザ・ナイト・アウェイの時に佐野くん入ったんですけど、3回はやってましたね。そんなに。いや、あれダンスきついじゃないですか。でって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 きついのにやってるから、で「ダンス・ザ・ナイト・アウェイ」って終わった後、もうももちゃんもそう、オンオフが見えるから、もうファンも「ももちゃん頑張れ」みたいな、なんかヒーローショー見てる感じですよね。もうなんかプロだなみたいな、疲れてるはずなのに、こんなしてこうやって歩き上がって「頑張れ」とか顔そんな顔してないですよね。頑張れました。でも結構ももちゃん僕変顔されますよ。全然これをでも届けてくれるっていうのが本当に素晴らしいなと思って、見てる方も楽しみだし、次マーキュリーどんな動画出してくれるのかなみたいなところはありますよね。そんなこと、もう僕は可愛いトワイスを見てほしいなっていうのと、やっぱちょっとは自慢したいなっていうところもあったりとかするんで、人間なんで。自慢がちょっとやらしくないんですよ。やらしいなんかやらしいんだけど。え、やらしいんかい。やらしいとこもあるんだけど、はい、なんだろう、好き好き
き。ちょっと違うぞ、ちょっとこの何내가진짜좋아하는사람이생겨서浅見優さんから話来て、で、こう、正直すみません、AV とかめっちゃ見るんですけど、どうも、こんにちは、スタッフくんです。いや、最近ね、なんか兵庫めっちゃ寒いんですよ。皆さんの住んでるところって寒いですか？わかるって人も、いや、別に全然寒くないでって人も、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。